地球の親愛なる兄弟姉妹の皆さん、再び皆さんにお会いできることを嬉しく思います。あなたが現在の生活の中で、このエネルギー的かつスピリチュアルな変化を体験できるよう、私たちはあなたに何度も何度も送るたくさんのメッセージを用意しています。人類がこれまで経験したことのないことを、経験していることを理解することが重要です。実際、現時点ではもう戻ることはできない。つまり、以前に地上生活で経験したことすべてに戻ることはもうできない。ということを理解することが重要です。過度の物質主義の生き方は終わり、心を混乱させるテクノロジーに依存しながら生きる生き方も終わります。あなたを操作したい人たちは、あなたにこのテクノロジー、様々なコンピュータ、ますます洗練された電話を提示し、あなたに何かを学んだような印象を与え、あなたは、時には無料で、あなたの家族や友人と絶えず連絡を取ることができるようになります。私たちは、このテクノロジーに居場所がないと言っているわけではありません。しかし、それらに依存しないことが非常に重要です。特に子供たちは、ますますそれに依存しています。現在スピリチュアルな道を歩んでいる親の皆さん、一日中スクリーンを見つめたいという、この願望を持ち続けていただきたいと思います。コンピューターであれ、携帯電話であれ、画面からの放射線は大人と子供の脳に有害であることに注意してください。これらすべてをできるだけ手放すことが重要です。定義できない何かの欠如を補うために、人生をスクリーンに費やす必要はありません。友達をたくさん作りたいですか？しかし、画面越しに友達だと思っている人は、みんな本当に友達なのでしょうか？地球の子供たち、真の友人とは、物理的に会い、目を見つめ、楽しく、明るく、幸せな瞬間に交流する人たちです。あなたが困難に直面している時に、電話の義の友人が助けに来てくれるわけではありませんが、物理的に近くにいる人は、必要に応じて助けに来てくれます。親愛なる地球の兄弟姉妹の皆さん、私たちがこのことについてお話しするのは、人間の間に大きな溝が生じているのを私たちが見ているからです。あなたを操作する人たちは、これを望んでいます。彼らはあなたをよりうまく操作できるように、あなたに物理的な接触をやめてほしいと考えています。彼らはどのようにあなたを操作するのでしょうか。それは単純に、テクノロジーに依存して、人間同士の本当の接触が損なわれてしまうことによってです。これらの画面に依存すればするほど、より多くの操作を受けることになります。何らかの理由で全てがブロックされた日を想像してみてください。このテクノロジーに完全に依存している人々は困窮するでしょう。彼らはもはや普通に生きる方法を知らず、本当の友人や家族とコミュニケーションを取る方法を知ることができなくなります。この技術がなければ、多くの人間が失われ、完全に失われることになるでしょう。私たちの世界でも、テクノロジーを使用していますが、私たちは、すべての人々の幸福のために、意識的にテクノロジーを使用しています。私たちは、それに依存していません。私たちが使用しているこのテクノロジーは、私たちの惑星だけでなく、あなたたちのような他の惑星を助けるためにも使用されています。親愛なる地球の子供たちよ、あなたたちが幸福のためにどれほど操作されているかがわかりますか？ Y、テクノロジーは便利で人類を助けることができますが、それがあなたたち地球人に真の幸福をもたらすことが条件です。しかしそうではありません。依存症は精神的な病気となり、一部の人にとっては治すのが非常に困難になります。すべてのテクノロジーは生活を
向上させるためのものである必要がありますが、テクノロジーに依存しないことが重要です。しかし、地球人類がテクノロジーに支配されないようにするため、今後の時代には、特定のテクノロジーは衰退するだろうということを知っておいてください。画面越しではなく、自分自身の内側で自分自身を見つける必要があります。自分自身の中に自分を見つけることは、人生に最高のものをもたらす、最も重要な道です。あなた同士、グループ、または数人での会議は、その会議の味を取り戻すことを認識してください。あなたはこれらの交流、笑顔、体を動かす遊びに感謝するでしょう。そしてこの人生のビジョンで、教育された子供たちは、さらに幸せになるでしょう。親愛なる地球の兄弟姉妹の皆さん、肉体の目を通して、現実の人間との接触を通して人生を見ることが、あなた方が現在経験している、このエネルギー的かつスピリチュアルな移行を乗り越える最善の道です。皆様の幸福、平和、平穏をお祈り申し上げます。私たちはあなたを愛してます。